おはようございます。手紙は読んだな。はい。いいな、君たち3人は生き残るんだ。でも覚悟はできてます。いや、手紙にはっきり書いたように総監にもしものことがあってはならない。君たちの任務は総監を無事にお返しすることなんだ。これは我々の決めたことだ。総監には何の関係もない。でも先生、僕たち話し合ったんです。一緒に死なせてください。置いていかないでください。僕にとってはこれが最後の日なんです。もう両親にもあいつにもみんなに別れを告げてきたんです。いや、君たちにはまだやってもらわねばならないことがある。法廷に立って世間に我々の精神を伝えるんだ。先生、最後までお供させてください。俺の命令が聞けないのか。俺たちみんなそれぞれ大事な任務を果たしに行くんじゃないか。分かってくれんな。心配するな。またあの世で会うんだから。みんないいな。はい、はい、よし、じゃあ行こう。